望に満たされた心地よい住まい。全居室が南向きの家、三沢ホーム九州鹿児島支店分譲モデルハウスをご紹介します。住宅街で明るく健康的な暮らし。前面道路、駐車スペース、エントランス、敷地条件を考慮して建物を配置しました。タイルデッキが暮らしを広げます。敷地面積 44.83 坪、延床面積 30.96 坪。エントランスには宅配ボックス、玄関は色の対比ですっきり清潔感があります。明るさがカジュアルな雰囲気も作っています。シューズクローゼットを配置、玄関に洗面、清潔も守る玄関です。必要な収納を備えすっきりできます。鏡は空間の抜け感に寄与。ホールの奥からリビングにつながります。リビングは8畳、天井高約3メートル、開放感がいっぱいです。ハイサッシの上に間接照明、引き締まった高級感ある天井デザイン、さらにハイドアがすっきりな情景です。大開口部から心地よい光、テレビボードなども開放感を考慮。ダイニングキッチンは8畳、ダイニングにちょっと包まれ感で変化があります。フラットなキッチントップが幅広です。奥行きのあるダイニングの光景。冷蔵庫位置から収納へのつながり、全体を見渡せるキッチンです。オール電化でお手入れ楽な IH、 人工大理石のトップは清潔感いっぱい、お手入れもしやすいキッチンです。食洗機は左手側で持ち替えいらず。天井が高いのでより広さを感じる間取りです。リビングの日当たりを優先してプランニングされた住まい。南側を有効利用、サニタリーは背後に並べました。水回りをまとめて合理的、お手洗いもリビングからいい位置に配置できました。リビングから出入りが見えないお手洗い、タンクレス洗浄機能付きお手洗い、空間効率の良い扉を採用。幅の広い洗面、120cm 幅、収納力も確保しています。脱衣と洗面を別空間にして快適。
浴室までまっすぐ配置しました。床はお手入れや耐久性、漏水も考慮。乾きの早いガス乾燥機を採用しています。浴室には浴室暖房も備えています。2階居室からのアクセスも良く、身支度の流れも考えた間取り。2階に居室を配置しています。階段にマルチスペース。在宅ワーク、趣味、多彩に使える空間です。自然光も柔らかで集中できます。2階お手洗い。子供室を2つ並べて配置。子供室5畳、それぞれに収納を備えます。主寝室は6畳。バルコニーを配して、大開口でも外から見えにくい居室です。寝室の外にクローゼットを配置しました。クローゼットは広さ4畳、ファミリークローゼットで使える収納。主寝室外なので多機能に活かせます。大開口部が作れる木質パネルならではの空間設計。大きな開口部でも地震に強い住まい。1階床面積14坪と小さな縦坪で居住空間に光があふれる暮らしを実現しました。